ラフマーニーヤにあるモスクワーバー島はハルトゥームから 150km ほど白ナイル川を遡ったところにある川中島。現在はスーダン共和国領であり白ナイル州に属す。マフディ運動のまさに震源地となった島であり、後の運馬島の精神的根拠地となった島である。島の中にカラフマーニーヤという町がある。ラフマーニーヤはさらに内部に いくつかの行政上区別される大工を持つ。1871年にムハンマドアフマドブンアブドゥッラーがこの島に住み着き、1881年にこの島のモスクで証明を受けたとされる。同年に植民地政府がムハンマドアフマドの逮捕のためにアーバー島に派兵したが撃退された。1920年代には、 毎年ラマダン月になると5000人から1万5000人の巡礼がアーバー島に集まりアブドゥラフマンマフリと共にラマダン明けを祝った。巡礼たちはアブドゥラフマンが預言者イーサーの再臨であると信じ彼がキリスト教徒の植民者たちを追い払ってくれると考えていた。イギリスの植民地当局者はアーバー島のアブドゥラフマンが ナイジェリアやカメルーンの宗教指導者の代理人と書簡を交わしており、その書簡の中にマフディへのアンサールが最終的にキリスト教徒に対し勝利を収めるなどという文言があったとしてアブデラフマーンを非難した。1924年には西アフリカからアーバー島に来た巡礼が大規模な G 活動を行った。1969年には ハルトゥームに成立したガーファルニメーリー政権へのアンサールの抗議運動がアーバー島で激しくなった。これへの返答としてニメーリーはアーバー島を空爆した。この空爆には若きホスニームバーラク率いるエジプト空軍が関与していたと言われている。アンサール側は1万2千人が殺害され、その中にはサービックマフリーのおじも含まれていた。ありがとうございます。